東海鉄に山本正也さんに来ていただきました。よろしくお願いします。さあ山本選手、まずはここですね、静岡からどうですか。そうですね、天候がちょっとね悪くて、グリップかなり悪くなってきて、ただ最初の方はまだマシだと思うんです、グリップで、あとちょっとドルがついてきてかなり難しくなると。あ、そういうことですね。ここは今日一日まだ誰も走っていない。そうですね、特に 岩のところはね、土がついてない、そういったところも、お客さん、見るポイントとして見ていただけたらと思います。野本選手が今入りました。これも結構距離あるんでね。そうですね、はい、僕が昨日測ったところ4メーター40あります。行くよ俺はという、おお一番、おさあここからパンダね。そうですね、難しいです。ここも約 90cm が判断ってことです。着地も結構泥がついてくると今度止まらなくなる可能性も出てきますからね、あんまり勢いよく。ここも飛びすぎたら飛びすぎたで、ね、危ないということですね、はい、さあ武井選手頑張れ。ここがなかなか上がれない。さあ続いての選手は藤原慎也選手ですね。この三段ステップ難しいですかね。かなり難しいんですけど、今一番のラインを出していきましたよね。タイヤの人の通ってないところの方が一番いいと思います。さあ優勝するんですか。どのラインで攻めるのか。今はブルーの方がですね、左手しっかり肩が当ててます。ちょっとライフの位置を変えて足の力で、ね、一気に上げようというすごい時間だったんですが、もったいないナイストライでした。続いては強い選手です。今3人とらして
できました。ゆっくりは鍵逃げよ。
で。バイトコントロール。